3曲の一発勝負を行います。この方が3曲の日本のベイダー皇帝戦士ベイダー、3曲の日本のスタンハンセン、そのパートナーは新艦スタンハンセン、中の方が2曲の3曲の日本の三沢のパートナーは小川、シングルプレイヤーとしても三冠チャンピオンに返り咲きました。三沢三沢、おっとロング前に突っかけた、ベイダーハンセン不運球をつけます。98世界最強タッグ決定リーグ戦公式戦初戦開幕戦、まだゴングは鳴っていない。三沢二人を一人で相手にしていますが、あれ狂うハンセンとベイダー、三沢が捕まった、二人の攻撃、まずは合体エルボー、ここでゴングです。30分の一本勝負、世界最強タッグ決定リーグ戦98公式戦です。三沢小川組、そしてハンセンベイダー組の初戦です。いやー、ハンセン・ベイダー組の意気込みがビンビン伝わってまいります。注目の大型タッグチーム、ハンセンが三沢を振った、エルボーです。エルボーをまとめて打ち込んでいく三沢、はい、ムラリアット、三沢着地です。放送席解説はジャイアント馬場さんです。さあ馬場さん、注目の2チームがいきなり対戦ということになりました。馬場さんもハンセン・ベイダー組、これは興味を大いに抱いてらっしゃるんじゃないですか。そうですね、まあ、この2人の大きさね、はい、なんといってもハンセンが140キロ、ベイダーが170キロ、 5.1 東京ドーム大会以来の合体です。日本のプロレスファン、プロレス関係者が注目の今日の初戦ということになりました。さあベイダーがいよいよ入ってまいりました。ベイダーとハンセン、今日2回目の連携、カウンターのエルボーです。一方の赤コーナーは三沢から小川にスイッチしています。世界最強タッグ決定リーグ戦、全8チームが出場していますが、なんと言いましてもこのベイダー打っていく、わー、激しいファイトです。三沢にも挑発の眼差し、そしてハンセンが場外で小川を、わー、小川にエルボーだ。このベイダーとハンセンはね、はい、そのレスリングをするというタイプじゃないですからね、はい、小川はちょっときついですね。そうですね、もうとにかくラフサッポーも定評があります。あー、ベイダーいきなり串刺し式、体を見せました。そしてパンチ、拳を三沢に見せます。三沢を挑発ベイダー。この小川は180センチの90キロ、わー、小川コールです。この世界最強タッグ決定リーグ戦、8チーム全16人の中でもちろんただ一人の世界ジュニアヘビー級の戦士チャンピオンではありますが、体格差はいかんともしがたいものがあります。百戦錬磨の小川ですが、そのあたりはインサイドワークでどういってこの男たちをかわしていくのか。このハンセン・ベイダー組は 5.1 東京ドームで小橋エース組と対戦しております。その時はハンセンが丸め込まれましたが、それ以来の登場ということになります。あの 5.1 の戦いをご覧になって、このハンセン・ベイダー組というのはどのような印象をお持ちでしょうか、小川さんは。いや、僕はね、はい、そんなによくは見てなかったですよね。あ、はい、しかしそのベイダーのパワー、東京ドームの5万6000人が湧きました。よくは見てませんだって僕は解説したんですからね。そのハンセンのね、ちょっとやっぱり年齢が、ね、もう峠を越したのかなというのは気になってますよね。勝負ということに関してはですね、ただなんといってもこの世界最強タッグ決定リーグ戦はこのシリーズを通してベイダーと組むというだけに、そのあたりのコンビネーションは日を増すにつれて熟成されていくでありましょう。このなんといっても世界最強タッグ決定リーグ戦というのはタッグチームの最強を決めるわけですから、そうですね、1対1が2以上にもなるわけですからね。ですからね、ハンセンにしてみればね、
あの非常にそのいいあのパートナーが出たと思うんですね。はい、あっと回転、襟固めが潰された、ヒップドロップ。三沢じゃなくて小川はね、はい、ベイダーやハンセンにはね、よっぽどその相手がダメージを受けているときに出てくるとか、そういったものでないとね、通用しませんよね。まあ、もうまともに言ってはそのパワーの差はどうしても跳ねておきませんから、ね、あと三沢がまた捕まりました。小川はちょっとグロッキーだ。この時間帯は三沢が捕まった。小川がフラフラ、そしてベイダーがラリアット。もちろんこの世界最強タッグ決定リーグ戦はハンセン・ベイダー組の他にもう一つ注目がこの三沢・小川組であります。8月、三沢がパートナーに指名したのは小川義成。先のシリーズで本格始動しましたこの三沢・小川、あっとうまくかわしました。小川円錐切りか、円錐切り、こういったところでうまく上がります。そしてタッチ成立、三沢赤コーナーから振ってきたエルボー、そしてハンセンにもエルボーです。今や三冠チャンピオン、4度目のベルトを巻いています三沢。スピンキック、ハンセンが背後から迫ってきました。あ、そしてまた三沢が捕まります。ダブルのブレイクマスター、この世界最強タッグの優勝を占っていく上でこの三沢小川組にとっては三沢と小川、この辺りの体格のハンデ、もちろん相手チームは小川あるいは三沢どちらかを痛めつけて焦点を絞ってくるということは十分この先考えられますね。そうそう、浜さん、ね、この辺りをどうしのいでいくのか、三沢とベイダーです。あっと三沢がサードロープに腰を落としました。ただし三沢も小川をパートナーに選んだそれなりの覚悟あるいは作戦はあるはずです。ベイダーの突進、あっとそのまま叩き落としました。このベイダーには空中戦もありますが、まずはボディープレス、小川のカットです。小川のがむしゃらなカット、あ、ハンセンに潰されてしまいました小川です。また三沢が孤軍奮闘ということになります。お、そして合体化パワーボムと、これはハンセンが加勢してのダイナミックなパワーボムです。そしてベイダーにはムーンサルトがあります。ムーンサルトアタックがある。そのままセカンドローブからやっと振ってきた三沢、危ない、カウントスリー、三沢小川組前途多難、初戦黒星、ハンセンベイダー組いきなり98世界最強タッグ決定リーグ戦、三沢小川組を相手に初戦白星発進。恐るべし不沈艦、恐るべし皇帝戦士ベイダー、勝負タイムなんと10分を切って7分10秒、三沢がホールを奪われました。さあ馬場さん、この両チームの初戦を振り返っていかがでしたでしょうか。三沢が、これだけ、ね、大きいということの有利さ、はい、つくづく分かりましたでしょう。感じましたね。もうベイダーもハンセンも今技なんていうのはもう何もないんですね。ですけどもやっぱり2人揃ってしまうとね、はい、三沢がどう頑張ってもやっぱり通じなかったですよね。まあ、これに対して小川のやっぱり